Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Allora, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto un salto temporale di 7 anni dopo il torneo di Cell e Gohan ha iniziato ad andare a scuola. Adesso, ovviamente, lui mentre andava a scuola fermava i banditi trasformati in Super Saiyan, però era troppo riconoscibile, allora ha chiesto a Bulma e Bulma gli ha fatto questo bel costume da Great Saiyaman. Ovviamente, Videl, la figlia di Mr. Satan, lo ha sgamato praticamente subito e lo ha praticamente costretto ad iscriversi al torneo. Allora, adesso vediamo come prosegue, lui sta andando da Bulma a chiedere qualche consiglio. あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか？あの、あなたは、あ、僕ですよ。ご飯です。え？ご飯さん、なんですか？どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。 ところでランチさんはここで何を？ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで戻ってくるのを待とうかどうしようかと考え。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。ええ、構いませんよ。 僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方、グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、 その畑から化け物が出てきて、畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。はい、お願いします。村の、わかりました。すぐに向かいます。ランチさんは危ないから、ここで待っててください。そうですね。私はここで。それじゃ、行ってきます。 天津王さん、アンチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言って。そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだって。置いてきちゃったけど大丈夫かな。 この辺りだな。化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。よくも村を襲ってくれたな、化け物ども。僕は絶対許せない。 Cavolo, sono più forte di Gohan. Ah!
Dai, così. Uno è andato. Ok, fatta. Ah. Yoshi, kore de zenbu taoshita na. Arigatou gozaimasu. Nanto ore o itte ii ka. Touzen no koto o shita made desu yo. Bakemon wa doko da? Ranki-san. Bakemon nara boku ga zenbu yatsukechaimashita kedo. Nani? Osokatta ka? 俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっくしゅ、しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時、そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待ってて。あら、ここはどこかしら。ランチさん。おいしそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ええ、もちろんです。あと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやあんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店、素敵かもしれませんね。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろ。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。ブルマさんいるかな。
度の天下一武道会。なんで？実はクラスメイトにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメイトなんだ。ええ、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです。で、一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いや、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけたから、このヘルメットの代わりになるものが。ふんふん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。なってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクスくん、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとコハンさんが戦うの。俺らも出るぞ。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ、久しぶりだな、みんな。今あの世から海王様通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。お、あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に天下一武道会に来られるんですか。もう占いママに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろう。俺も出るさ。やったー。誰、バターイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。俺もだベジータ。じゃあなみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ごはんくん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕、みんなに教えてきます。悟空も？本当かよ。
悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。俺も出ようかな。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ。優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ何か出るの。そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、キッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様の神殿へ急ごう。カメハウスに誰かいるかな。出てくれるかな。デンデはどうだ。よし、着いたぞ。コロさんたち何してるかな。そうか、それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。デンデはどうする。いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ。やだな、ピッコロさんまで。これかっこいいと思いませんか。わからん。それじゃ僕そろそろ帰りますね。ああ。それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたら。お母さん喜ぶだろうな。御殿は初めてお父さんを見ることになるのか。お母さん、僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。夫の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。御殿、明日からの修行。待たせたな、御殿。まずは首手から始めようか。うん。
とりあえずスーパーサイヤ人になっておくかな。よっ、よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？え？スーパーサイヤ人にか？そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。御殿お前それいつ頃から？忘れちゃった。信じられない。でも修行の相手としては最高だな。よし始めるか。そのためには学校生にゆっくり修行する。サイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。おかげでいい修行になって助かったよ。そういえばもしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか？うん、そうだよ。兄ちゃん苦労したんだけどな。まあいいか。
ートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、やよくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。あもちろん教えるよ。ふーん、おめえお礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ静かに修行したかったのに。やった浮いた、はあ、すごいじゃないか。たった一日で浮けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、ゴテンはもともと木のコントロールがバッチリ。そこまでできればあとはどうってことないさ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも私、いやそんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、そういえば何よ。ピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと思うよ。え？ショートヘアの方がご飯くんの好み？え？いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。お姉ちゃんなんで怒ってたの？わからない。さ、昨日の続き始めましょう。やっぱりわからない。無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。やっぱりこのままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうと。何？楽ちん。あいつ、いつから。冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。トランクス、はい。孫悟飯の弟もなれるのか、スーパーサイヤ人に。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ、まったく。ビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっと御殿と2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる天下一武道会の日は近い。天下一武道会も間近に迫り、それ修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。
本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。気合い入れて優勝するぞ。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。Ok ragazzi, direi che posso concludere qui questo episodio prima di tirarla troppo per le lunghe. Spero che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like al video ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!